半前屋先生です。半前屋先生のね、FX の投資ですね。今日は11月20日。もうすぐ3時です。15時ですね。で、私のね、FX 投資はこうやってんですね。勝率 74% です。現在ね。この私のシグナル、で投資した時ですね。で、平均ピップス、利益ピップスが2606、これ冷やしですね。ここ勝ってますでしょ。こうシグナルが上に出て勝ってる、こうシグナルが出て負けてんです、ここね。で30日間1ヶ月ですね。で、これ、シグナル出て、ここで決算で勝ってますね。それと、ストップリミットでね、いきます。決算は、最終的なあれですね。ストップリミットでね、勝てなかった時に決算すると。非常に難しいですね。ね、この自分のシグナルっていうのは計算上なんですね。74%って出てます。一応 70% 以上の勝率を見てるんですけど、で見つかったのが 74% の勝率 ね。ここで取引、ここでは負け、で今ここで取引したんですね。でこの上にぶつかったら勝ちですよと、つまり2606ピップス、ここまでいくとね、1000ロットで試験投資してますけど、行くと5000ぐらいなんですかね。ぶつかるとね。で、幅広いですかね。わかります？こうなってるんですけど、ちょっと狭めるとこうですね。これは負けたわけですね。これも負け、これも負けてますね。で、19個を投資してるんですよ。ここ2年間ぐらいですか？いや、2年間じゃないな。もっとかな。かなり、相当前だ。10年間ぐらいですかね。10年間ぐらいで、このシグナルの平均ピップスの利益は2606ピップスです。1回のシグナルからね。ね。で、ストップとリミット、それで2606にします。この幅はね。これとこうでしょ。書いてない。動かしちゃったかな。で、これで、今、あれでしょ、ここ、2606ね。2606。ちょっと上がっちゃったからね。あれだけど。で、これで。ね。こんな幅で。ここにぶつかったらね、っていうことですね。分析でね、自分の考えなんかないんです。それでね、冷やしで長く見るんですね。これデーです。
こんなに幅、これデータからね、こんなに幅広いんだよ、2606。600の場合。1000で2600円か。まあ、これで2600円ぐらいですかね。他の商談も見てみますかね。あ、ちょっと待ってね。試験投資が出てきた。上に、ある。でもう一つはこうですね。こちらここで見て打ったんだけど、ここら辺で打ったんですね。ここら辺で。これもね、こういう X になってる。まあ、3000X してたんですね。3221。3221。で、ストップとリミット。で、あ、これ落ちてきたらいいんじゃないかなっていう感じですね。これ勝率 71% このシグナルに対してですね。ということですね。で、このようにちょっとね、こうするものがバチバチってきたんで、これは結構いいんじゃないかって、うん、まあ、ちょっと、2つの仕事やってました。これで6000も調整中、ね、これだけ出してるんですよ。これもね、ユーロ CAD もあるし、どれがいいかなということですね。ね、それでちょっと分析して、ね、言っています。自分の考えでは打たないんですね。分析データですね。このようにシグナル出ますでしょ。で、これで勝てる確率っていくつだって 71% なんですよ。それでね、これ負けてますけどね、これ勝ってますでしょ。で、平均のね、買ってシグナル出てから決算までの平均利益が2510と出てますね。そういう計算になってますね。で、お分かりになれますでしょうかね。ということです。